デリック・マーテル・ローズ SR、1988年10月4日隊は、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ出身のバスケットボール選手。NBA のミネソタ・ティンバーウルブズに所属している。出身大学は、メンフィス大学。2008年の NBA ドラフトで、出身地のシカゴに本拠地を置く、NBA チームのシカゴブルズに、全体1位指名で入団。高校は、シメオンキャリアアカデミー高校に進学。1年目から 19.8 得点 5.1 リバウンド 8.3 アシストの成績を記録。その後も順調に成績を伸ばし、3年目の2005から06シーズンには 20.1 得点 5.4 リバウンド 8.7 アシストを記録し、チームを州チャンピオンに導いた。最終学年の2006から07シーズンには 25.2 得点 9.1 リバウンド 8.8 アシストとトリプルダブルに迫る数字を記録し、チームはシーズン33勝2敗を記録、シカゴパブリックリーグでは初となる州チャンピオン連覇を達成した。このシーズンには全米に向けてテレビ中継された試合で、全米ランキング1位のオークヒルアカデミーを78から75で破った。オークヒルがこのシーズンに敗北を喫したのは、この試合だけであり、28得点8リバウンド9、アシストの活躍をしたローズは、一躍注目の的となった。ローズは、高校オールスターゲームにあたるジョーダンブランドゲーム、マクドナルドオールアメリカンゲームに出場し、またナイキフープサミットでは、アメリカ代表選手となった。個人賞では、マクドナルド選出オールアメリカンチーム、USA トゥデイ誌、パレード誌、EA スポーツ選出のオールアメリカンファーストチームに選ばれている。ローズ在学中のチーム成績は120勝12敗であり、ローズは高校生選手の中ではナンバー1のポイントガードであると目されるようになる。大学はメンフィス大学に進学。1年目からチームの司令塔として活躍し、14.9 得点 4.5 リバウンド 4.7 アシストを記録。ローズとクリス・ダグラス=ロバーツのバックコートコンビに率いられた地位は、レギュラーシーズン中は1敗しかせず、NCAA トーナメントも順調に勝ち抜いた。ファイナル4では、優勝候補のケビン・ラブ率いる UCLA と対決、ローズは25得点を記録して、UCLA を破り、メンフィス大は1973年以来となる決勝に進出した。決勝ではブランドン・ラッシュ擁するカンザス大学と対決。ローズは後半だけで16得点を記録し、残り2分を切ってメンフィス大が9点のリードを奪い、勝利をほぼ手中に収めたかに見えた。しかし、ここからカンザス大が一気に点差を詰め、残り2秒でついに63から63の同点に追いつかれてしまい、試合はオーバータイムへ突入。メンフィス大はオーバータイムで力尽き、68から75で惜しくも同校初の優勝には届かなかったものの、チームを決勝に導く働きをしたローズは、トーナメントのオールファイナル4チームに選ばれた。トーナメント終了後、ローズは2008年の NBA ドラフトに、アーリーエントリーした。この年のドラフトでは、ローズか、あるいは、カンザス州立大学出身のマイケル・ビーズリーが、全体1位指名候補だったが、ドラフトロッタリーで、シカゴブルズが、確率 1.7% から1位指名権を引き当てた時点で、ローズの全体1位指名がほぼ確実となった。再建を目指すブルズにとって、地元出身のローズは、フランチャイズビルダーとして、うってつけの選手であり、ローズはブルズから全体1位指名を受けて NBA 入りを果たした。ガードポジションの選手がドラフト1位指名されるのは1996年のアレン・アイバーソン以来となった。新エースとしてブルズに迎えられたローズは、その期待に応え、1年目からチームのエースとして活躍。シーズン中のジョン・サーモンズ、ブラッド・ミラー獲得も手伝い、前年代不振に陥ったブルズを立て直し、勝率5割に復帰させ、プレーオフにも導いた。自身は 16.8 得点 6.3 アシストの成績を残して新人王を受賞した。プレーオフでは新人らしからぬ活躍を見せる。1回戦で前年の優勝チーム、ボストンセルティックスと対決するが、第1戦でローズ率いるブルズは、レギュラーシーズンの勝率でブルズをはるかに上る、セルティックスを破って、世間を驚かせた。この試合でローズは36得点11アシストの大活躍で、新人のプレーオフデビュー戦としては、36得点は、カリーム・アブドゥル・ジャバーの記録と並ぶ、記録タイとなった。その後もブルズはセルティックスに対して一歩も引かず、トリプルオーバータイムまでもつれた第6戦終盤には、ローズがレイジョン・ロンドのシュートをブロックし、ブルズの勝利を決定づけた。ブルズは第7戦で敗れたが、このシリーズはプレーオフ史上最高の1回戦と称賛された。このシーズンでローズはさらなる飛躍を見せる。しかしローズにとって2年目となる、この年は足首を負傷したまま始まった。この怪我の影響で、プレシーズンマッチ欠場を余儀なくされてしまい、前年度の新人王は出足をくじかれることとなって終。レギュラーシーズン開幕戦には、なんとか間に合い、チームはサンアントニオスパーズとの試合に勝利する。この怪我は11月までローズを悩ませることとなるが、完治した後は2年目となり成長した姿を周囲に示すこととなる。この年のオフに、チームは来季の大物 FA を獲得するために、得点源であったベン・ゴードン、ジョン・サーモンズらを放出し、ローズには得点面での期待も寄せられていた。その期待に応えるように、定評のあったペネトレートだけではなく、ミドルレンジからのジャンプシュートを決めるシーンも多くなり、シュート本数が1試合平均で 2.7 本増加したにもかかわらず平均フィールドゴールパーセントは前年を上回った。2010年1月28日には、キャリア初となる NBA オールスターゲームのリザーブメンバーに選出された。これはチームにとっても1998年にマイケル・ジョーダンが選出されて以来の快挙となった。このゲームでローズは8得点4アシスト3、スティールという成績を残した。2010年4月13日のボストンセルティックス戦ではキャリアハイとなる39得点を挙げ、チームの勝利に貢献。ローズの成長とともに、チームは勝率5割を維持することに成功した。通算成績41勝41敗で、レギュラーシーズンを終え、東地区8位で2年連続となるプレーオフ進出を果たす。自身はこのシーズン、平均 20.8 得点 6.3 アシスト 3.9 リバウンドの成績を残した。プレーオフでは、レブロン・ジェームス率いる2年連続リーグ、最高勝率チームのクリーブランド・キャバリアーズと対戦。レギュラーシーズンを大きく上回る平均 26.8 得点 7.2 アシストの成績で健闘するものの、1勝4敗で敗退し2年目のシーズンを終えた。また、この年、ローズのジャージはリーグ全体で4位の販売数を記録した。この年の夏にはトルコで開催された世界選手権に、アメリカ代表メンバーとして出場。北京五輪のメンバーが次々と辞退する中で若手主体となったこのチームの司令塔を任された。堅いディフェンスと素早いトランジションを売りにしたこの年のアメリカ代表は大方の予想を裏切り躍進。B チームと揶揄されたこのチームであったが、ローズは前線スターターで出場を果たし、予選リーグから無敗で金メダルを獲得した。世界選手権での金メダルはローズにとっては初のことであり、アメリカ代表にとっても1994年以来14年振りった。この年のオフは、レブロン・ジェームス、クリス・ボッシュなど多くの大物選手が FA となった年であった。チームもこれを機に補強を進めようと、ボストン・セルティックスのアシスタントコーチを務めていた、トム・シボドーをヘッドコーチとして迎え、体制を整えていた。長らくリーダーとして活躍していたカーク・ハインリックを放出し、サラリーキャップを開けたチームは、カルロス・ブーザーをはじめロスターの大半の顔ぶれが変わった。全くの新チームとなり、エース、リーダーとしての働きも期待されるローズであったが、その期待を超える活躍を見せた。迎えたレギュラーシーズンでは開幕戦こそ落としたものの、2戦目となる2010年10月30日のデトロイトピストンズ戦ではいきなりキャリアハイとなる39得点を挙げた。2011年1月17日のメンフィスグリズリーズ戦ではキャリア初となるトリプルダブル22得点12アシスト10リバウンドを達成。インサイドの核となるカルロス・ブーザーが怪我で24試合欠場し、同じくインサイドのジョアキム・ノアも34試合欠場する中、ローズは課題とされていたアウトサイドシュートの精度を上げ、司令塔兼スコアラーとしてさらなる成長を遂げた。同年1月27日にはファン投票により自身初の NBA オールスターゲームのスターターに選出された。オールスターブレイク前の2011年2月17日のサンアントニオスパーズ戦ではキャリアハイとなる42得点を記録。この活躍により、ローズはシーズン MVP 最有力候補と目されるようになる。ローズに率いられたチームは62勝20敗と1997から98シーズン以来の好成績を上げ東地区首位の成績を残し、プレーオフ全体の第1シードも同時に獲得した。自身も 25.0 得点 7.7 アシスト 4.1 リバウンドと3部門すべてでキャリアハイとなる好成績を記録した。マイケル・ジョーダン、ラリー・バードらと並び NBA 史上7人目のシーズン平均で25得点以上、4.0 リバウンド以上、7.5 アシスト以上を記録した選手となった。さらに1シーズン通算2000得点600アシスト、300リバウンド超えを記録、オスカー・ロバートソン、ジョン・ハブリチェック、マイケル・ジョーダン、レブロン・ジェームスに続き、史上5人目。ポイントガードとしては、史上初となった。これらの活躍によりローズは2010から2011、シーズン MVP を史上最年少となる22歳6ヶ月で受賞。1968から69シーズンのS・アンセルド以来実に42年不利となる記録を更新した。プレーオフでは NBA タイ記録となる3試合連続30得点、7アシスト以上という記録を打ち立てたが、マイアミヒートとのイースタンカンファレンスファイナルにおいて第2戦以降4連敗で敗退した。プレーオフ平均 27.1 得点の活躍を見せたが、FG は 39% と低迷。向上していた 3P も 24% の成功率に止まった。再出発となる、この年は NBA 労使交渉のもつれによるロックアウトの影響で66試合の短縮シーズンとなった。新人契約最終年となるローズは、2011年11月に5年、総額9480万ドルの契約を締結。名実ともにブルズの顔となった。この契約はブルズのサラリーキャップスペースのおおよそ 30% を占めるもであり、労使交渉後の新クバにおける新人契約公開規定を適用した初めての例となった。例は通称デリック・ローズルールと呼ばれ、新人契約からの契約公開の際、一定条件を満たす選手が受けられる最大契約額を規定したもの。また、同時期には、アディダスと14年総額2億5000万ドルの大型契約を締結した。これだけ長期かつ、金額の大きな契約は、非常に稀で、事実上の終身契約とも言われている。前年に引き続き、強固なディフェンスと組織力でチームは、好調を維持。短縮シーズンとなった、このシーズンも50勝16敗の成績で前年に、引き続きリーグ最高勝率を上げた。一方で、ローズ個人は怪我で苦しみ続けるシーズンとなった。度重なる怪我により、出場試合数は39試合にとどまり、個人成績は前年を下回る 21.7 得点 7.9、アシスト 3.4 リバウンドとなった。ただし、前年度で MVP を獲得したローズの人気はそれでも衰えず、オールスター投票で、ドワイト・ハワードに次ぐ2番目の得票数で2度目のオールスター初の座を手に入れている。プレーオフ1回戦ではフィラデルフィア・セブンティシクサーズと対戦。このシリーズでローズは23得点9アシスト9リバウンドという成績で第1戦を勝利に導いたが、試合の残り1分22秒、12点リードして迎えたブルズのフェンス時にドライブインしたローズは、ジャンプした瞬間にバランスを崩し、膝を押さえてコートに倒れた。そのままコーチやトレーナーに抱えられ退場したローズは、このシーズンで再びコートに戻ってくることはなかった。試合後の MRI 検査により、左膝前十字靭帯断裂と診断された。全治までに8から12ヶ月を要する大怪我であった。チームもローズ抜きでも戦えることを証明しようと奮闘するも、ジョアキム・ノアの捻挫による離脱で徐々に力尽き、第6戦で敗退。第1シードが第8シードに敗れた3例目となった。前述の怪我により、2012年5月22日に手術を受け成功。リハビリを経て2013年1月にコンタクトありのチーム練習に完全復帰したが、このシーズンでローズが試合に復帰することはなかった。プライベートでは2012年10月9日、第1子となるデリック・ローズ・ジュニアが誕生している。また、同年地元シカゴのジョルダーノ・エスピッツァの共同所有者兼広報担当に就任した。怪我からの完全復活を期したこのシーズン、ローズは2013年10月5日のプレシーズンマッチで待望の復帰を果たした。怪我明けのブランクは残るものの、プレシーズン中に平均 20.7 得点5アシストを記録し、ファンに復活をアピールした。レギュラーシーズン開幕戦で前年度チャンピオンのマイアミヒートには敗れたものの、2日後のニューヨークニックス戦では試合終了間際に逆転弾となるフローターを決めるなど勝負強さは健在であった。しかしながら復帰した3試合で FG28.8%、平均 5.7 ターンオーバーを記録するなど、順調とは言い難いスタートとなってしまう。そして2013年11月22日のポートランドトレイルブレイザーズとの試合中にバランスを崩し、右膝を負傷。試合後の MRI 検査により、右膝半月板断裂と診断された。2013年11月に手術することになり、手術終了後にチームよりシーズン全休が発表された。ローズはこのシーズン、合計10試合の出場に止まり、完全復活とはならなかった。2年連続怪我でシーズンを棒に振ってしまったローズであったが、この年のオフにはスペインで開催された世界選手権にアメリカ代表メンバーとして2010年以来の出場を果たした。この大会では再び若手中心となったチームで、ベンチから全試合に出場し、平均 4.8 得点 3.1 アシスト 1.9 リバウンドを記録。アメリカ代表チームは予選リーグから無敗で金メダルを獲得した。再び大怪我からの完全復活を誓って挑んだ。このシーズン、ローズは2010から2011シーズン以来最多となる46試合、2015年3月25日、現在に出場。2015年1月14日のワシントン・ウィザーズ戦ではシーズンハイとなる32得点を記録した。しかし、10月31日の開幕2戦目のクリーブランドキャバリアーズ戦で右足首を捻挫し、その後もハムストリングを痛めるなど出場と欠場を繰り返す日々を送り、またしても怪我に悩まされることになってしまう。2015年2月24日、チームからローズの右膝に手術が必要であることが発表された。MRI 検査により、右膝半月板部分断裂と判明した。2月27日に手術を死亡時成功する。その後、リハビリを経て4月8日のオーランドマジック戦で復帰した。2012年以来の出場となったプレーオフはセミファイナルのクリーブランドキャバリアーズ戦の第3戦で決勝のブザービーターを決めたものの、レブロン・ジェームスの圧巻のパフォーマンス前になすすべなく、チームは2勝4敗で力尽きた。2016年6月22日、ニューヨークニックスとの間で大型トレードが成立し、8シーズンを過ごした地元シカゴブルズを後にすることになった。カーメロ・アンソニー、クリスタプス・ポルジンギスとビッグ3を形成し、MVP 復活という大きな期待を背負って入団したものの、新天地でのローズはニューヨークの環境に苦しみ、自身のプレーがチームの成績に結びつかず、2017年4月に左膝の半月板を断裂する重傷を負い、移籍1年目は不本意な形で終了した。2017年7月24日、クリーブランド・キャバリアーズと1年210万ドルのベテランミニマムで契約予定であることが報じられた。2018年2月8日、キャバリアーズ、サクラメントキングスの絡んだ三角トレードで、ユタジャズに移籍した。同年2月11日、ユタジャズからウェーブされた。2018年3月8日、ミネソタティンバーウルブズと契約した。2018年10月31日、ユタジャズ戦でキャリアハイとなる50得点を記録。2018年11月7日、ロサンゼルスレイカーズ戦でキャリアハイとなる7本の 3PT シュートを記録。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。